賢者の選択サクセション今回もですね事業承継の世界ではね本当に今大スーパースターである星野義晴さんです星野さん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします星野リゾート星野義晴代表軽井沢にある星野温泉の4代目として事業を継承所有と運営を分離する運営特化戦略で山梨県のリゾナーレ 福島県のアルツバンダイそして北海道のトマムといったリゾート施設を次々と再生独自の運営力で活性化してきた2005年には基幹ブランドである星野や軽井沢をオープンすべての施設に星野リゾートの名前を冠するマスターブランド戦略を展開することで星野リゾートの魅力を 全国に知らしめた星野代表は経営難にあった事業をどのように引き継ぎ運営してきたのか賢者の選択サクセッシションスペシャル星野リゾートアルツバンダイがある福島県磐梯町からお届けする。 今、われわれがここで話をさせていただいている場所が、えー、万代町に住んでいた庄屋さんの家を改装した場所ということなんですよね、えー、すごくいいあの大事な貴重なものなので町が今、買い取ってですねあのなんとかこう観光に生かせないだろうかということでうこうやって活用していただくのは本当に一番地方にとってはありがたいいと思ってます、ね、なるほどいやここなんか実は先ほどあのあの伺ったら戊辰、えー、戦争のときにできないっという、えー。<laughs> そうですね 会津は戊辰戦争の流れをね今でも相当みんな意識してるんですよやっぱりそうなんですかええでアルツバンダイ2003年にこれ再生に入ってほとんどバンダイの人たちが社員だったんですね、はい、でそこに私経営者としてやってきて星野リゾートが運営するってことで今日からもう毎月社員会やりましょうとかって言ってでそこでねあのビンゴとかやって景品出してたんですね、はい、で旅行券をあの当てた人がいて僕がプレゼントしたら、はい、いらないって言うんですよね吉田さんっていうおじいちゃんだったんですけどねはいはい、はい でなんで吉田さんこれいらないんですかったら西軍のいるところには行かないとか分かります彼はね徳川のことを東軍って呼んでいてそれで当時の薩長のことを西軍って呼んでるんですよ西軍のいるところには東京も行かないって言うんですよあもう明治政府が作ったからね明治政府そうそうそれはもうダメなんですよねそんな意識なんだと思って本当ですね日本の地方ってやっぱ面白いですよねそれぞれの地域が やっぱり日本の歴史を違った目で見て,いて。ええ、まあ、保野さん、確かにね、もう、星野リゾートでも、日本中にこれだけの数がありますから。ね、当然、ね、そこ行かれるわけで。ね、やっぱ、そううの日本中のさまざまな、そういうのをご覧になってるわけですね。そうですね。なぜかというとね、それが意外に観光のネタになったりするんですよね。なるほど、うん。そう、そういう部分というのは、地域らしさでもあるから。うんうん、それをどうやってっ、えー、観光資源としてね、お客様になんとなく、こう感じてもらえるような。なるほど。 僕はやっぱりね、観光はご当地自慢だと思うんですよね。地域の特徴をやはり出していかなきゃいけないんですけど、はい、僕らはねマーケティングをやっぱりやりすぎてるんですね。マーケティングっていうのは基本的にお客様の言うことを聞けってことじゃないですか。うん、そうですね。でお客様の言うことを聞くと、日本全国朝食は同じものになっちゃうんですよ。なるほど。えー、コミュニティ化しちゃうわけですよね。うんえー、だから僕はね、あのマーケティングやりすぎだと思ってるんです。観光は観光は押し付けがいいんです。なるほど。えー、ここに来たらこれ食べてくださいと。 え、ここに来たら、コーヒーなんかありませんと。うん、もう問答無用だ。問答無用ですと、ここに来たら、この景色を朝五時に起きて見てくださいと。え <laughs>、ね。こ、これ、これが大事なんですよ。面白い。え、ね。青森のうちのスタッフなんかは。津軽弁で話すと、なんか喜んでるとか。はい。なので、青森、あの、サービスのコンセプトっていうのは。あの、いらした時に、津軽弁で話すっていうことになってったんですよね。<ー>今でもやってます。なので、食堂の名前も、のれそれ食堂とかね。寄ってまで、酒場とかね。はい。はい、あの、全部、こう、あの、青森の言葉で。 出来上がってて旅館のコンセプトは通じない旅館っていう名前ですからね。<laughs> ええ、これがもうものすごく受けたんですよ、ええで。そうそうスタッフが自分たち発想して自分の文化から出てくるもんだから。そ、ね、ええ、現地の住んでいる人たちが発想できるコンセプトの方向性にしといてあげるっていうのが一番大事なポイントだと思いますね。面白い。 そしてもう一つですねお伺いしておきたいのが、まあ、星野リゾートといえば、まあ、施設の所有と運営を分ける、まあ、運営特化戦略ですよね。オーナーではないわけですよね。はい、オーナーからその場所を借りて運営をされてるっていうのが慶応の基本だということなんですけど実はこのそばにあるアルツバンダイだけは所有されてるんですよね。はい、そうなんですここあの第三セクターの、まあ、バブル 経済基に作ったリゾートなんですけど、はい、それが破綻しましてで、2003年から私たち再生を担ってやってきたんですね。スキー場の再生ってやはり巨額のまあ投資が必要なんです。うんうん、なので、トマムっていうスキー場とあるつばんだいっていうスキー場を同じファンドに僕は入れまして、うん、そこにまあエクイティ投資家あのあのに入ってもらったんですよね。はいはい、計画通りに投資して計画通りに良くなってってあのこう来たんですけど、運命が分かれたのは実は東日本大震災。 結局原発事故のあった福島という名前の,その場所で世界のの投投資資家が観光にししてくれなないんんでですよねなので皆さん引きました、うん、ただもうここでスタッフは住んでますし、はい、社員はいますしもともとここにいたスタッフも星野像とらしく働いてくれてますからね我々も一緒にもう福島では仕事できませんってあの言えないので、うんえー、もう一度あのここを引き取ってです、ね、自社で所有して再び再生に向かって頑張ってます。 ね、そういう背景なんですね。えーはい、で、あのー、実はアルツバンダの反対側にネコマスキー場っていうのがあるんですけども、はい、あのこことの接続っていうのも念願でして、はいえー、次の2023年4年のあの冬には、あの日本で、えー、最大級のスキー場がここに誕生します。つまり接続されるから上まで行けば、こっちもこっちも滑れるよってなるそ。そうです。もう個数からするとあの東北ナンバーワンになってくるので。 あの、本気でここに戻ってきてもらえるような、その努力をし続けるってことは、その大事だと思って、はい、私できると思ってます、はいはい。そうですか、素晴らしい話ですね。ぜひ皆さん、皆様のアルツバンダイ。ぜひですね。アルツバンダイ、<う>ぜひ、ね、本当にね、いらしてください。じゃ、あだんだん、いよいよ本題の事業承継の話をしていこうと思うんですが。はい、えっとですね、まあ、今回はね、スペシャル版ということで、前回から引き続いて、まあ。 事業承継、まあ、星野さん、まさにいろんな経験をされてきたのでそれをお話を伺いながらご意見をいただくということでまず、ですねこれまでもそうですけどこれまで以上におそらくテーマになってくるのが M&A だと思うんですね、はい、実際、今日本でも事業承継者がいないからこそ、まあ、M&A という形で会社を譲り渡すという企業も出てきていましてそういった事例の中からですねご覧いただきたいと思います。はい 60年近くの歴史を持つとんかつ店ヒレカツサンドで知られる売り上げ70億円の企業に成長させた創業者は後継者なんから酒造メーカーのサントリーに事業を売却2代目に就任したのが岡本武志氏だ。 買収をしてそこで岡本さんがサントリだからもともと岡本さん実はサントリーの方でいらっしゃったと、はい、お酒を売ってる会社がとんかつ屋さんを買うっていうそもそもこれはサントリーとしてはどういう判断なんですかこれ,これはねいや最終的にはですねあの自分の中で2つ 1>,、はい、2> 1つはやっぱりブランドです、うん、でこれだけのブランドを築いたってことは当然この会社にそれだけのポテンシャルがある、うん。 でもう一つはですね、加工食品工場を持ってましたから<ー>サントリーはアルコールの工場それから飲料の工場ありますけれども加工食品の工場を持ってないんでもしこの加工食品の工場が入ってくることになれば外食事業部として他のあの外食の会社にそこで新しい商品を作っておろすことも可能かなと思ったんですね当時は相当大変だったんじゃないですか大変だったですね七十億をですね ファックスと電話でやってたんですねなかなか今の DX に逆行した <laughs> もう大変でしたねだパソコン一台しかなかったんですもん会社に <laughs> 最終的に結論したのはやっぱ彼らバントさんたちがですねマイセン好きなんですよじゃ伝ってくんですねどうですか最初入られて <laughs> まずやったのはですねやっぱりあの一番心配してるのは社員なんですねあはい。買収されたと 売られれたといきなり言われるわるけですよね来月からサントリーグループになりますみたいなそれをまず払拭してやんなきゃいけないんで改革するというよりはやっぱりヒアリングですね教えてくれとはい現状どうなってるかっていうのはもう3か月間何にもしませんでしたねただヒアリングしてましたああ星野さんもマイセンは実は食べられることがある駅で、ね、あの。 食べます。はい。ということで岡本会長見てますか。星野さんも食べてますよ。えー、<laughs> ね。あのどうですか星野さんねこのこれから事業承継っていう時に、えー、間違いなく今多くの方々が M&A っていう選択肢に考えられてると思うんですね。で今回のようなこのサントリーみたいな大企業に買収される場合もあると思いますけど、まあ他にもいわゆる他の中小企業に買収されるとか、うん、あるいは 例えば先のファンドに買収されるってパターンも出てきてますよね。保証さんこの M&A の事業承継ってちょっとざっくりした質問で申し訳ないんですけど、ね、どうどこらになってますか。僕はだからあのパッションをどう残すか、うんうん、っていうことがすごく、えー、まあ大事だなっていうふうにちょっと思っているんで、はい、そう M&A があの全部ダメだと言ってるんじゃないんですけども、そのパッションを引き継げるような形態のあの投資家に入ってもらうのは。はい 難しいんですけど、それは理想だなと思ってるんですね。ファミリーとかこうオーナー経営者がいるパターンの時には、僕はねあの伸びる伸びないはちょっと別として、パッションを感じるんですよね。え、うんね、僕はここの地域を大事にするんだとか、はい、かいや世界に出ていくんだとか、うん、その個人のパッションがその企業の方向性を示し、そこに社員が共感するっていうのね。はい、ところがそのあの大きな企業の 参加になった時にはあのどうしてもあのそういう,こうパッションの独自のこう自由度がなくなる感じがしててあの気になったところですよね。うん、もう一つ僕はこう,こういうパターンの時にそこにいる社員の人たちの経営の参画 っていうのを株式も含めてあったら理想だなと思うんですよあなるほど社員の人たちが持ち株会があってそ,そこに参加できるようにするそうするとさっきの「俺たち買収されたんだ」感がむしろなくなって、ええ、そこにあのこの会社伸びればその社員持ち株会も収益を上げていけるような形にするとかもっと言うとそこで活躍した能力のある社員たちがサントリーの将来役員になるみたいな。 ことが起こると僕はなんかこのサントリーがこのマイセンを買ったことが全体のウェルビーイングにねつながったなっていうなんかこういう感じなんですね私そういう意味ではいろんな大手企業の中でもサントリーさんもそれなりに存じ上げてるんですけど比較的他の大手企業と比べると非常上だし結構実はファミリービジネスだしパッション結構ある会社なんでまさに保証さんが今提言されてるのことを南さんは慶応の大会なんですよ。あ なるほど。ええ、ね、僕が大会本部に行った時の2年先輩で、あ大学慶応大学時代にも稲波さんと会ってるんですか？ええ、ね <laughs> ね、まあ2年も上だとね、あんまりそんなあのできるだけ一緒にいる時間を少なくしようとしてましたから、まあ、僕は。大学の大会で2年先輩はね、避けたいですよね。もう避けてました。<laughs> <laughs> はい。というわけで、じゃここからはですね、実は。 こういうパターン事業承継でもあるんですね継ぐつもりがないけどなんかやむを得ず何らかの理由で巻き込まれちゃって承継、えー、しちゃったっていうパターンがありまして三人ほどの VTR を見てみたいと思います、はい、今や食卓に欠かせない明太子それを世に広めたのが九州博多の福屋創業者が 作り方を惜しげもなく他社に教えたことで1400億円もの巨大市場となった福屋さんっていうと我々どうしても明太子の老舗メーカーっていうふうにどうしても思ってしまうんですけどなんかどうも川ルさん必ずしもうちの会社はそうじゃないんだっておっしゃってるみたいですねそうですね、はい、あのもともと創業あの始まりは業務用の食料品卸しの会社なんですね、はい そこの,あの発明品がたまたま明太子だったというだけなので、うん、えまあ極端に言うとその明太子以降に新しい発明がないから明太子屋と呼ばれ続けてしまう <laughs> あの常に新しいものを出していくベンチャーのような姿勢というのが福屋の原点なんじゃないかなと思ってますいや本当にいろいろ出されてるんです、ね、私これびっくりしたんですけど、うん、粒チューブこ、はい、これれれをもう出すすすだけででと食べられますれやばいですねこれ家業を継ぐつもりはなく演劇の仕事をしていたところ。 経営者の父父と叔父に説得され、やむなく入社あの服屋をいきなり継ぐわけではなくて、はい、子会社の一社を任せるからお前がやって黒字化してこいというような、えー、割とスパルタですよねあの演劇しかやってこなかった人間が2年半後ぐらいに社長をやるっていう。<laughs> それが福岡サンパレス。はい、これはどういう会社なんですか。えっと東京で言った中野サンプラザみたいなですね。はい、ホールとかホテルが一緒になったような複合施設ですね。ここはのもともとあの元々あの第三セクターが経営をしていて、うん、まあ第三セクなんだ。はい。まあ、福岡市から補助金、まあ実赤字の状況になってたんですね。で、えー、そこをあのまあ、民間会社で運営をすることで立て直せないかということで福屋が経営を引き受けてたんですね。 就任一年目はいかがだったんですか?。一年目では黒字にはできませんでした。うん、まあ、あの二年目で、あのなんとか黒字に、ね。それちょっとすごくないですか?。今だと、あの星野リソースさんがやってるので、すごくメジャーな、あ、しになってますけど。基本的には、こう一人二役というか、うん、いろんなマルチなタスクを、まあ、やっていくということと。福岡サンパレスってホールなんだって思われたんです、ね。うん、ただ、実際事業構造分解してみると、実は稼いでたホテルの方で。 じゃあまずはあのサンパレスにホテルがあると認知してもらわなきゃいけないので施設名の名称を変えちゃったんですね。ああなるほど。はいあの福岡サンパレスホテル＆ホールというですね。<laughs> 名前に変えて。めっちゃわかりやすいですね。はい。<laughs> ホテルとホールがあります。あのまあ彼はまだ50代前半で次の世代にバトンタッチでも同時に考えるっていうまさに事業承継を考えていくっていうことだと思うんですけど。はい、実は社長に就任して早々から、えー、次の社長はもう川原家じゃない。 ファミリービジネスの中からは出さないっていうことをもう言っちゃってますプロパーから社長を出すなりそのプロ経営者に任せるなりにしてもやはりその体制をきちんと会社を作っていっておかないと、うん、このままポッと渡してできるものではないので、はい、それを考えるとなかなか時間が足りないないと思ってます倒産の危機にあった小さな町工場を継いで売り上げを4倍にさらに。 後継者難の中小企業をグループ化して。大企業に負けない力を発揮させるのは。雪ホールディングス。大坪正人社長。もともとは雪精密という。会社の事業承継をされたと。はいはい、金属のちっちゃい部品ですね。を作る会社。私の。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんが。 まあ経営しているようなで大坪さん3代目っていう理解で戻られたのが2006年で31歳の時そうですね大坪さん実はね大学も東京大学でやられて、はい、3D プリンターとかね、はい、あい最先端のことを実は当時やられてたんですよねそうなんですよでそこで親の会社を見るともう時間が止まったかのように <laughs> 昔からでどんどん売り上げが下がっていってそれをもう立て直すために戻ってきたっていう,そうですね 最先端のベンチャー企業を辞め自ら工場に立ち経営も営業もも業こなす航空宇宙産業に乗り出し飛躍的に会社を成長させたが。全然やりきれてないです、はあ、<laughs> というわけでまさにその大坪さんのこれからねあのやりたいことを実現するための仕組みとして、はい、この。はい 雪ホールディングスですね。はい、す町工場とか中小の製造業を復権させるためにグループ化して、はい、で競争力を高めてこうっていう事業をやられてるてい、はい。そうですね。はい。そして今ここに十一社参加にいるということなんですけど、はい、まずなぜこういうことを始められたんですか。きっかけはまあ自分が雪精密に経営者として入っていった時にあまりにもも、はい、資源がない、いろんなものがないっていうので、まあこれは大変だっていうことで、まあ自分でウェブサイトを を作るなりあれやれこれやる広報も全部や,やるんですけれども、まあ、そういうのが普通の会社でこれを全部やろうとするのはすごい大変だと、うん、例えば営業がいない会社っていうのもいっぱいありましてあ、営業っていう肩書きを持った人はいないんですよ。つまり、うん、例えば営業とか 候補とかホールディングスでノウハウを大坪さんたちにあるからそれをまとめていろんな現場の力がある会社に提供していけばこういった会社がそのものづくりというかそこに集中できるからで、ね、ものづくりとその技術を伸ばしていくことに力を入れてほしいなと思ったんですよ、うん、例えば超電導とか今やってるんですけど超電導とかは今すぐには売れないけど5年後10年後はものすごいこうマーケットになってるはずなんで開発しましょうとか、うん、これめちゃめちゃ新しいですよね。そうです僕見たことないです、はい <laughs> いい技術を持ってるんだけど次の後継ぎがいないみたいな会社さんが大坪さんところに声かける可能性も出てきますよねはい、はい、実際にもう結構声もかかってきてますあ、はい。そうですか倒産寸前だった神奈川県の老舗旅館元湯仁也そこに画期的な DX デジタル変革を導入事業を V 字回復させた女将宮崎智子社長 しかしもともとは旅館経営とは関係のない一般企業の OL だった巻かれた種はもタンぽぽだと思って巻かれたところで根を生やせとでも今の話面白いなと思ってというのは結局その後その陣矢を継ぐ時もちょっと失礼な言い方かもしれませんけど自分から積極的ってより結管巻き込まれてる感じじゃないですか結婚相手が学生時代に知り合った 自動車メーカーカの社員私はホンダのエンジニアと結婚したとこの時思ってたんですけれどもねところが富男さんが実はまさにこの陣や老舗旅館の跡取り当時負債は10億円、はいはい、ホンダの生涯賃金超えてるんだけどどうするのっていう話になりまして <laughs> そしていよいよご夫婦で事業承継をされたっていうことですよね。はい、どの辺がが結構課題だったんですか人が多い 社員が20名のところパートさんが100名以上いたので<っ>客室が当時20ルームですのでそこに対しての人数が多すぎる。 しかも一人が一つの仕事しかしないので料理を運ぶだけだったりですとかあの太鼓を叩くだけだったりとか太鼓<え> <laughs> を叩くだけの仕事だっそうなんですよ <laughs> <laughs> あとはやはり敷地面積が広いので誰がどこで何をしているのか管理監督がすごく難しいなるほどねそこでエンジニアを雇い IT 管理システムを自社開発予約の受付から調理場の在庫 従業員のシフト経営分析に至るまでクラウド上で一元管理する人やコネクトを立ち上げた人やコネクトはい自社で開発をしてで現在はライセンス販売をさせていただいているので全国今450施設様にご利用をいただいています売上の半分近くがもうすでに人やコネクトになってる。はい 外版をして厳しい点をたくさんいただいて。もっと仕組みを進化させたいと思ったというのがあります。なるほどね。すごいな。これらのケース。星野代表はどう見たのか。この三人とも共通項は。もともと継ぐ気があったわけじゃないんだけど、ね、何らかのきっかけで、まあ巻き込まれたり。あの継がざるを得ないということで、結果あのうまく今事業を再生させている三人ということなんですが。うんね、どうですか、感想は。 あのまああの僕らのファミリービジネスの世界で、はい、あのつぐつもりなかったんだけど巻き込まれたっていう人多いんですよ。はい、だけど僕はねあのほとんどのケースがやっぱやりたかったんだと思います。<laughs> <laughs> そうなんですよ。<laughs> だって今だって生き生きと話してじゃないですか。<laughs> あのいろんファミリービジネス僕は見てきている旅旅館とかいろんなビジネスで本当にいなくて本当に廃業してるのはやっぱり。 結構多くはいて、それはもう巻き込まれようがないし、をやりたくないものをやらないっていう人たちがやっぱり多いわけですよね。だからやっぱりあのなんだかんだ言ってやりたかった人がやってうまくいって、いや俺は巻き込まれたんだと言ってるケース。でもまああのおっしゃる通りで、あの人間ってそのゼロ一で綺麗に頭って分かれてないじゃないですか。あの確かに八九割はつぐきなかったけど、どっかにきっと頭の中には。 もしかしかかたらぐのかなっていう、うん、最後の瞬間は自分の意思でやっぱり継いでるわけだから、うんうん「これは俺はやろう」と言って継いでるんだと思いますね。うん、なるほどね。その M&A のパターンとしては、はい、あのユキホールディングさんでしたっけ、はい、あ,あのパターンは僕はあの面白いと思いましたね。んでかっていうとねやっぱりこの中小企業の,あのは DX の部分を含めてすごくいいものがあるんだけど。 その全部が整ってるわけじゃなくてでそこの全部を整えるにはやっぱり人材も足りなかったり、うん、ノウハウも足りなかったり資金量が足りなかったりするんですよね。なのであのシナジーの効かせ方っていうのは関係が対等だ行人、ねえー、さんもそのこっちに足りない部分は提供しますよとうん、うん、でそうすると成長するでしょっていうことなんだけど逆にここが大事にしている技術だとか。 あの将来像だとかそのパッションだとかっていうところはあのちゃんとお互い上下関係じゃなくてやっぱりいかにその対等な関係になれるかっていうのがあのこれからの M&A ではすごく大衆ですね買収するとかえあの買収されたとかっていう関係じゃなくてパーートナーとしてやろう,そうですビジネスパートナーとして対等な関係としなで継続できるでそういう M&A をねぜひ目指してほしいなと僕は思います。なるほど、うん まあ、そういう意味では本当にあのユキホールディングスの形はとても新しい斬新な形なんですけど、うんね、結構面白い面白いしファミリービジネスの一つのやっぱりテーマは日本の全体のねあの90%以上がファミリービジネスの企業ですからそして日本の利益の50%をファミリービジネスは作ってるわけですから、はい、なのでここが倍になると日本経済は1.5倍になっちゃうんですよね。うんうん だからやっぱりいかに成長するかという視点でいえば足りない部分を提供する資本提携関係というんですかふうに捉えればどっちがどっちを所有しているとかどっちがどっちを買収したとかということを超えたパートナーシップができるんじゃなないかなといま、うんまあ、そうすると星野さんが先ほどからおっしゃっているこの企業が持っているその技術とか、えー、将来の夢とかパッションを尊重しているわけですよね。 で、でそ、そのパッションに対して、むしろ、こう、後方支援に回るっていう。なるほど。うん。そっか。こ、この関係っていうのが、僕は、あの、パターンではあり得るんじゃないかなと。そういう意味では、例えば、僕は、実は、最近好きなのは、例えば。中国のハイアールっていう、うん、彼らが描く組織図って面白くて。逆三角形にしてるんですよ。うんはい、で、バックオフィスとか、はい、まあ、トップの機能は、実は、下に置いてて。うんえー 我々はあくまでこう現場を支えるんだとでそういうふうに考えるとちょっとすごい精密で申し訳ないんですけど星のリゾートも近いですよね、うん、僕らはそれにすごく近いです我々はもうフラットな組織文化、うん、人間関係もフラットにしていきたいですしそれから各施設あの 自分たちの魅力はやはり自分たちがいて自分たちのこの地域の魅力を自分たちで発信する。えっとそれをどうサポートできるかってことは一番大事な方法だと思ってます。なるほどね。うん、いや大坪君見てますか今なんかすごい褒められてますよあの今回ねずっと事業承継についてまあ議論してきたんですがまず星野さんどうですかあのいろんな VTR みたいな議論して感想はまあたまたまうまくいったケースもあるし。 そしして日本のの中では多くくうまくいかなかなったケースあ、はい、無名の会社がもしうまくいっていればあの日本の経済のその地域の成長を支えるぐらいの企業になった可能性もあると思うんですよね。はい、偶然で、えーまあ、で運うまとい,い,いうことを単に称賛するんではなくてもっともっとファミリービジネスの研究を進めてこの成功のサクセッションの,その成功の。 確率を高めるっていうこれこそ本当に日本の経済の成長に直結する重要なあの私は政策であり課題だと思いますね、うん、僕はね今日星野さん本当にいっぱい教えていただいたんですけどやっぱり最大のポイントは僕もいつもこれね学者として気をつけなきゃいけないポイントだなと思ってるんですがやっぱりこの番組どうしてもメディアであるんで成功事例を取り上げちゃうんですよね。今日さんやっっぱりそそうじゃなくててのの裏には大量の失敗事例があってうん、うん そこに目を当てるから仕組みができて理論ができるということを改めて教えてくださったと思うんですねそこに仕組みと理論があってその失敗事例の中からあの今日、ね、大成功している方々が出た可能性もあるんですよね。はいうん、でその確率を高めていくってことこそがあの日本の経済にはあの大きなファミリービジネスの貢献になると思いますねなんで今日から番組のタイトルをたまに変えてね <laughs> 賢者じゃない人の選択っていう。<laughs> なるほど 賢者しか出てないんで賢者じゃない人の選択サクセションっていうのをたまにやってですね失敗事例も集めてまたちょっとどこかの機会で星野さんにぶつけてみようと学校していただいてよろしいでぜひ山先生の学校でもファミリービジネス学部そうですうどこかの日本の大学に僕は作ってもらってそこで研究者が研究してもらえるようになるといいいなと思ますすそうでね日本ファミリービジネス大国なんでここをもっと盛り上げるためにそういう仕組みを作っていこうと。 いうメッセージも宿題もいただいたと思っております。小島さんどうも今日はありがとうございました。